はい、こんにちは、まーちゃんねる前原です。はい、今日はこちらでございますね。うん、手打ち10分どん兵衛です。はい、なんとですね、あのどん兵衛うどん、あれをですね、作る、キットが出てましたので購入しました。12月20日発売だったかな、多分ね。あ、そのあたりだったと思いますね。木箱みたいなデザインになってるよね。うん、いい感じになってますけれども、開けるのはこれ紙ですので、ここから開けます。はい、はい、お、なんかすごいぞ。開ける。あ、これは作り方説明書だ。はい、お、どん兵衛のカップ4人分あるね。そう、これね、4人分作れるんだって、うん、お揚げと粉末スープだね、うん、粉を伸ばすための棒、あとこれがうどんの粉、特選粉って書いてある。ちょっと破けてるけど、お、うん、あ、これはすごい、なんかしっかりした、なんとうどんをこねるための器、うん、こね鉢、すごい入ってました。後ろにちゃんとどん兵衛って書いてある。すごいね、うん、この中でこの粉をこねこねするわけだね、うん、なるほど。じゃあ早速準備して作っていきましょうか。はい、作り方説明書見てたんですけど、うん、これね、10分どん兵衛って言ってるけどさ、10分でできるわけじゃないんだね。まずこの鉢に粉入れてこねるのに10分でしょ。でその後ポリ袋に入れて10分寝かすんだって。うわ、でその後伸ばすでしょ、うん、で切って、うん、お湯で10分茹でるんだって。すごい、結構時間かかるんだよこれね、うん、10分じゃねえじゃんってやつだね。各工程が10分なんだね、うん、ちょっとショック。60分ぐらいかかっちゃうんじゃない。かかるね、うん、はい、では早速始めていきましょう、はい、パパエプロンつけましたね。えーちゃんマスクつけました。あ、そうだね、うん、念のためにガホガホブワーってなったら最悪だからね、うん、で、これ洗ってきました。で、今回はですね、3人前を作っていきたいと思いますね、うん、なので、小麦粉1、2、3ネージ、うん、ではですね、まず、水 120g、食塩 9g、これを入れます、はい、あ、そういっちゃうのね、うん、で十分溶かしますって。確かに溶かした方がいいよね、うん、そしたらこの小麦粉を1袋ずつ開けて、1袋あたりに小さじ2杯程度粉を残しておくんだって、うんうん、じゃあ開けていきましょう。ドパー、おー、ドパー、粉をね、小麦の入ったこね鉢に食塩水を3分の2ほど加えて素早く混ぜますだって、はあ、全体がおよそ 1,2 センチほどの細かいそぼろ状になれば頃合いだって、はあ、とりあえずこれを3分の2入れるんだね、うん、ちょっとかな、はい、はい、そしたら混ぜていきます。素早くなるね、うん、そしたら残りの食塩水を加えて再度全体になじませ、さらに混ぜますだって。ほうほう、で均一に混ざったところで生地をひとまとめにし、10分を目安に手のひらに体重と重いを乗せてしっかりとこねますだって。そう書いてあることもあるんだね、うん、重いを乗せるんだってさ。うわっ、そういう風に入れた。結構もうちょっと優しく入れてほしかったな。はい、では混ぜていきましょう。タイマー10分。10分セットしました。手のひらでこうやって押し付けるんだよ。このひらで押し付ける。せーの。あ、そう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 。どう？おお、結構力がいるでしょう。じゃあもう。もういい？耳たぶの硬さが頃合いだって。耳たぶの硬さが頃合い。ちょっとエイちゃん自分の耳たぶ触ってみてくれる？これどう？この耳、これ硬さどう？エイちゃんと同じぐらい。同じぐらい。エイちゃんの耳たぶの硬さになった？お、10分経ちましたね。はい。そしたらこね上がった生地をポリ袋に入れますので、はい、この袋に入れましょう。はい。よかった。ちょっと硬いかな、やっぱね。でもすでにね、ひとまとめになったね、うん、そしたらこれを、
10分間寝かせるということですね。もう一回じゃあタイマー10分お願いします。はい、タイマー10分。はい、ということで10分経ちました。はい、では止めてくださいね。では取り出して今度はこの綿棒、これでこう伸ばしていきましょうね。はい、ちゃんとどんべいって書いてある。え、あ、本当だ、ここにもどんべいって書いてあった。すごい。あ、よいしょ。はい、これで伸ばしていきますね。こういう感じで。すごいね、結構力いるもんだな、これ。ちょっとエイちゃんに回せて。うん。でしょ、力いるでしょ。もう伸びてる。大きさの目安は大人の肘から指先までの約45センチですって。これぐらい？それを伸ばさないといけない。いや、でもこれは4人前のレシピだからもっと少なくていいはず。うん、結構伸ばすんだね。伸ばしてます。結構伸びましたので、はい、ただちょっと縦長になっちゃったね。うん、でさっき残しておいたこの粉、うん、これをかけます。あ、かけるんだ、ね、そう、麺同士がくっつかないようになって、うん、伸ばすのね。あー、うどん屋さんとか見たことあるでしょ、テレビとかで。すごい見たことある。反対側にして、あー、えーちゃんもやってみたいな、ちょっと。あー、見たことあるなうどん屋は自分がやってるっていうのがなんかすごい。よかったね、うん、いい体験できたじゃん。そしたらこれを三つ折りにします。はい、三つ折りだからこんな感じ。これをですね、2ミリぐらいにカットしていくんだって。じゃあ2ミリいきますね。結構細めに切っていくんだってさ。そうだ。本格的、初めてのうどん作り。あ、まだ結構あれか。あ、違うか。あ、やっぱりあれだね、切れてないとこ結構あるね。うん、あ、これ手で取っていきましょう。うん、そしたらですね、これ3人前作りましたので、うん、1人1リットルのお湯、うん、だから3リットル必要だね、これ。そうだね。で、10分湯がきます。はい、でその後に、流水で流して、うん、でそしたらいよいよ、どん兵衛の器に入れて、お湯かけてもうすぐ食べられる。イエーイ。はい、では沸騰した鍋に先ほどのうどん入れていきましょう。エシンコお願いします。ゆっくりね。はい、はい、入りました。でこれで10分湯がくんだって。はい、はい、10分経ちましたね。はい、そしたら火を止めましょう。はい、止めた。そしたらね、今度パパがこれ湯切りしなきゃいけないんだよ。うん、でーちゃんこれ持ってくれる。はい、はい、うどん落ちてないよね。うん、大丈夫。落ちてない。重い。水で。でこれ耐えられないんじゃない。え、耐えらないで、ちょっと鳴らないんだけど。あ、大丈夫、耐えられる。すごい、ぬめぬめをこれで取るんだって。えちゃんもやってみる。じゃあ、おー、ぬめぬめ。3人分にまず分けるんだって。はい、えちゃんも手伝ってください。はい、どん兵衛のうどんっていうよりも本物のうどんだね、これ。そうだね、当たり前だけどさ。3等分だよ、ちゃん。分かってんね。うん、そしたらいつものおなじみの粉末、うん、これとお揚げを入れていきましょう。はい、入れて、おお、お揚げでしょ、線のところまでね。うん、ふい、これで出来上がり。うん、あと混ぜるかな。そうそうそう、混ぜてね。はい、完成。イエーイ。じゃあ食べてみましょうか。はい、はい、では出来上がりましたので、まずね、スープ混ぜていただいてみましょうか。は
かどん兵衛の麺というよりも本当のうどんみたいな麺か。そうだね、本当のうどんだからね。手打ちしたって感じの大きさがバラバラのうどんだよね、うん、いただきます。はい、じゃあまずはやっぱり麺から食べましょうか。はい、うん、硬い。うん、本当は硬いね。うん、ごめん、これ多分パパのせいだね。太すぎたんだ多分麺が。うん、すげえ硬い。ただ細いところは大丈夫。うん、うん、ちょっとお揚げも、うん、まあお揚げはね、お揚げうまい。お揚げ普通のお揚げだからね。スープに助けられてんだ。そうだね。うまい。うまい？よかった。ちょうどね、うちはお腹空いてたからね。だからうまく感じるのかもしれませんね。はい。はい、ということで今回は手打ち10分どん兵衛でした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい。はい。じゃあ今日もやっていきましょうか。コメント回答コーナーコーナーイエーイ。はい、一つ前の動画ですね。変身対決デラックスマイティブラザーズダブル X ガシャット、この動画のコメントを見ていきましょう。はい、 R2D2&C3PO さん。すごい名前、うん、やっぱりこのチャンネルは面白いなーだって。あ、ありがとうございます。うちちゃんの面白いチャンネルではないと思うんだけど、うん、まあ、楽しくやってるので、まあ、それに共感してもらえれば嬉しいなと思いますね。はい、仮面ライダー 25Z さん、いつもマイチャンネルを楽しく見ています。特に私が気に入っているのがライダーガングを使っての採血シーンが特に気に入っています。これから寒い日が続きますが体には気をつけて動画投稿頑張ってください、だって。はい、ありがとうございます。気に入ってます。あのね、エシン君ね、今風邪ひいちゃってますんでね、うん、あのまあ、ただ今日からエシン君は冬休み突入ということなので、はい、ちょっとしばらくね旅行に行くまで時間がありますので、その間に直してください。本当にね。はい、ということで今回のですね10分どん兵衛のコメントの回答はですね、この次の動画の最後の方でさせていただきますので、こちらの動画にもコメントをいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。